いやでもちょっと笑える感じになって、そうやね、佐々木さん、うんうんうん、そうね、あーまあそうやね、じゃみんなマジでズーンやったもんね。いや最初やばかったな、りしたね、みんな。そうやな、いやもうけどすぐにはこんな風に笑い話にはできなかったな。いやできないよ、そうだね、さすがに、そう、バカバカの集団、おなたらの集団、あー楽しいで終わりほかー言って、いや本当リスナーさんもね、本当チケット当たってた方とかも特にそうやったんだけど、うん、そう大喜びだったの見てたもんな、まあ、シマロとかもくれてたし、そうそうそう、楽しみみたいな。いやね、あのフラスタとかもやっぱ準備してた、いやそう、まあ、出た方もいたから、ちょっと本当にね、申し訳ない、しょうがないけどね、今のしょうがない、この日本は、うん、ああそうね、間違ってない、間違ってないよ、間違ってない、正しいよ、ちょっと規模でかくて、おーって思ったけど、まあでもそれはそう、そう、日本がね、日本ちょっと安全第一だからな、そうなのね、そうだよな、ごめん、辛いよな、そうね、まあすごいね、話し合って悩んだりはしたしね、うん、そうやね、いや、本当にどういう結果にするかみたいな、いやもうギリギリまでちょっと分かんなかったぐらいの、そうやね、最善がねちょっと難しくて、何がみんなにとっていいのかみたいな、いろいろ他にもやりようはあったと思うんだけどね、まあそうね、まあ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 、無観客ライブとか話題になったりとかもしたけど、ファンの人たちが来てくれるの含めてライブっていうのは成立するからっていうのは全員の人だもんな、まあ、いろんな事情あってやっぱチェスっていうことね、まあでもまたやれたらいいよね、そう、ただ、それはそう、無観客をしちゃうとなんかこの5人で最後にそれがなっちゃうのかなって思って、それも嫌やったし、ちょっとやっぱね、みんなと一緒にライブを作りたかったっていう、リスナーさんたちとね、あれね、まあでもまあでも元気出していこう、そう、またあるから、そうだよ、ね、次もあるからな、この艶めきはもう5人でやるから、あかんか、それやめようと話をしたのにやることやったから、俺はもうお艶雰囲気をね、話すとね、やっぱりね、そう、そう、練習の時ツイッターとかもね、なんか、あの、そうそうそう、いっぱいね、まあ準備楽しかったことも、楽しかった、楽しかった、無駄ではなかったし、本当に無駄ではなかった、うん、それは本当にそう、まあ次に生かせれたらいいよね、いや本当に生かせるなって思ったことたくさんある、うん、そう、で、その話とかもちょっとできないことも多い、瀬取りとかも言えないんやけど、そうだね、そうなんだよね、いろんな事情により、そうそうそう、頑張って練習してもお蔵入りになったけれども、うん、そうですね、まあまあまあ、その過程がね、俺らのもういろいろ今後に繋がるから、うん、そうやね、仲良くなれたしね、いやそうやね、それはそうね、そう、慣れた慣れた、縮まった、うん、縮まった縮まった、うん、ね、体育館みたいなとこでみんなで練習したり、練習した汗だくなりながら踊った、いやそうあーってなりながら筋肉痛になりながら、何回も起きても出ないっていう、スカートがめくれるとかなりながら、そう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 、リーゼめちゃくちゃパンチラするから、そう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 、もうちょっと低めにみたいな、そうそうそう、ね、まあ、めくれてる、リーゼハンがパンチラし、私の袖が周りに危害を及ぼす刃のようにちゃんとバッタンバッタン楽しい、みんなで振り付け考えるのも楽しかったんだよな、あー楽しかった、ここでこうしてみたいな、すごい悩んだよな、そう悩んでクソダサいの考えるのも楽しかった、途中ちょっとこれはないなってのあったもんな、そう、そうね、なんか一回なんか口頭で言ってる時にえこれいけんちゃうみたいなこと言いながら、そうそうそう、実際ちょっと鏡でやってるの見てみて、やこれダッサッってなしやわってみんなでさ、音源とか聞きながら動き考えてる最中はなんかうまくいくような気がしてたんだけど、なんでやろね、あれなんか脳内で再生してる時と実際やると絵面が全然違う、違うよ、びっくりするよね、あれみたいな、私らかっこよく動いてるつもりなんだけどみたいな、なんなんやろあれ、いや文化祭ってこうなんだろうなって思ったよ
いや本当に ね、でもなんかみんなでこうちょっとずつ相談しながら作り上げていくのも楽しかった、ね、いや楽しかったな、楽しかった、うん、まあ一つ、まあでも絶対、うん、あれは言うっていいよね、バーチャルトゥーライブの、うん、あーいいんじゃない、考えたとか、うんうん、それは大丈夫やんね、そうだね、うんうんうん、それかっこよかったのにな、かっこよかったのになあれよかったのになあああいうかな、見れへんかったやろ見たかったのにスタンディングオベーション始まっちゃうから最初からスタンディングやみんな組体操とかしちゃいだすからねサボテンしちゃ う、 そうテンション、あ、組体操、あ、そっかそっか、うん、あのシーンね、そうそう、どこのシーンだ、そうそう、え、なんか具体的に言っていいのかな、あのいや、わかんない、どうやろう、あれいいんじゃないかな、ちょっと待ってね、私ね、確認をね、取ったんですよ、お、えらい、えらいな、ありがとう、素晴らしい、そう、一応ね、何話していいかってのを運営には問い合わせて、そうね、ちょっとね、こっちで勝手にいろいろできひんからね、そう、そう、後で怒られるかもしれないから、ペチンされるからな、うん、手は出さないんですけどね、別にペチンされるのはさくちゃんだっけ、なんでよみんなでペチンされようよ悪趣味がすぎる、見たくもないしみんながペチンされるとこ見たくもないもしかしたら1話喜んでくれるかもしれないそうだよ、自虐心が、あ、歌割りとか言っていいからいいんだと思う、あのなんかさ、手を合わせるのさ、え、何メロっていうの、あそこ C? C メロ、まあ、場合によっては D、うん、あ、そう人によるあれは言い方、あ、そうなんや、サビのことを C メロっていう人おるから、へー、あー、うん、でもそういう場合は D って呼ばれたりする、なんかさ、まあまあ、そこでさ、一、ねうんうん、人ずつさ、うん、一列になってさ、うん、かっこいいポーズして吐けながらさ、そこ一行ずつみんな一人ずつ歌うんよね、そうそうそう、パリコレのごとしそう、さって歩いてたんだけどこういうのがいいかなってリゼから先頭でな、そう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 、順番に縦列一人ずつ履きながら左右、ちょっと待って、ダサそうって言われてんねんけど、ちょっと待って、なんでやねん、そんなことかっこいいポーズ言ってるやろ、見てないよ、パリコレ言うなや、だんだん洗練されていってたからね、そう動きとかそう、どんどんかっこよくなっおもろかっこよくなっていってたから、あれなんだっけ、あ、遠く遠くにのとこ、うん、一番なんだっけあそこ、え、あのみんなでバッザンって坊主最後決めたところ、あ、ワンピワンピあれ違う、あーじゃあそれじゃあそれじゃそっちじゃなくて、あのザンの方か、ラストリマン叫ぶのとこで、あ、そうそうそこそこ、コメント分かってる人いたわ、はい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 、なんかそこでさ、みんなでシャキーンって決めポーズみたいなのしたじゃん、一人で叩けたそうだね、あのポーズがもう絶対ツアーの中で一番ダサいんじゃないかって思うぐらいちょっとね、他のツアーの人たち見てちょっと焦ってたんだよそうだね、ライブどんどん進むことにね、当日やる、どうするこの動きはみたいな、あれやばくねみたいなうちらだけちょっとちょけてるんだよでもなんか考えてる時はすごく真面目やった、そう真面目な、めっちゃ真面目になんか後から思い返すと、なんかあのリハーサルの時のあれものすごくアホやったんじゃないかなんか一緒のハイになってたなんやろうな、初めてなんか5人集まったからみたいな、なんか無事じゃ心がリハだからっていうのはあったと思うあれがでも確かにそう初めてだったからそうやんね、そうそうそう、まだノリが分かってなかったもんなお互いそう、うん、どんな中で生み出したあれだもんな、トコちゃんセンあちゃんはアンジュセンターで、うんうん、あれ私とトコちゃんがザッと横に後ろからなんか出てくるあーそうやそうやそうや、誰パンダってどういう配置だったっけ、誰パンダはあの遠く遠くに叫ぶんとこやんな、そう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 、そこはサンバか3人で歌うやから、うちとウェルモンドは左右に分かれて、うん、なんかジャーンみたいな感じで、うん、そうそうそうそんな感じだった気がする、俺はもう
盛り上がるよね。そう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 、あれ絶対後ろ爆発してそうな感じだったもん。 あの時ね5色のなんかが上がってたわ。そう多分5人おるし演出欲しかったねそれは、うん、いや確かに。いやあれなあ、ちょワンピースの話もさそう、あれがあれは何であのまま通ってしまったんかが、ほんまあれ一番のハイやったかも。あれすごいハイやったよ。えでも別に本番でもやっていいって言われてたし、言われてはいた、うん、なんか演出も合わせますって言われてたし、すごいあんなに自分たちでやりたいって言い出してやったのに、うん、誰一人タイミングをうまくつかまれへんって。そうあのあれや、君の近くもと近くに行くからで、みんなでざっと後ろ向いて、おターンのタイミングが全員反転してもらって、そうそう、で後ろ振り返って、あのビビアラバスタのあの仲間のポーズして、そう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 、みんな片手上げてなんでって言いながら、スタッフも誰一人止めなかったからあれは。しかもさ、その安定とかの演出の都合があるからさ、ああ、うん、にスタッフさんたちが実際にそれなんかタイミング測ってくれてたりしたんだけどさ、うん、アンジュさんが いつも一泊遅いみたいな、遅い遅いですって言われてた。すいません。すごかったね、なんか誰かがうまくいくと誰かがうまくいかへんみたいな感じ。そうね。いやあれハイやったな完全に。ねえなんかギリギリまでトコちゃんが反対してたような気もする。してたほんまにほんまにするのみたいな。もっと耳傾けるようになったな。あの時はまだちょっと私自我が残ってて、うん、でもちょっとみたいになっててんけど、みんながもうなんかもうやろうやってもうみたいな、もう熱意がすごくて、もうじゃあそれでって言ったの。ライブの流れわかんないから、うん、あこれでいいんだなと思って、もうお任せしますって言ったの、じゃあそれでじゃあもうやりましょう。自我を失ったあの時に。そうでしたもんね、考えることを、ね、考えることをやめた。トコちゃんがさってる間に、あの私とアンジとかは暗転のタイミングがいつかみたいな、そうどの時が良くてみたいな、いつ電気ついたらかっこいいのかみたいな、光のタイミングがいいみたいな。逆光、暗転よりも逆光の方がいいんじゃないか。そうできますかみたいな。逆光に本番できますかみたいな。演出に頼るようになったもん。面白い。はいやったな、はい、でもやりたかったよな。そうやな、いや、まあ、いつかできることを、まあ、いつか見せるからよ、うん、そうやな。待っててくれ、みんなと一緒にね。そうだな、このメンバーで、うんうん、みんなも仲間のポーズしてくれる、その時。見てえわ。こっち見てよ。あのライト持ってさ、どんな気持ちでみんな聞くんやろうな、この部分まで。誰も見てない。来るぞって思う。みんな袖まくれよって。お互い背向ける形にならないの、それは大丈夫。それはまあそう。なんでその際ちょっと肩とかぶつからないように本当に注意してもろて。そうやな、ちょっと腕上げるときに前の人とかの頭ゴンってしちゃうかも。本当に、うん、ならんように気をつけて。いやーだったなー、だったね、楽しかったな。なんとなく想像してくれるとみんなの頭の中。いやー楽しかった。楽しかった。なんかあるとしきり盛り上がり終えてす。あ、そっか、でも、うん、みんなには見えないんだと思って。そうそう、いやなんか今楽しかったなって思った後に、うん、なんかちょっとあのおセンチになった一瞬。そう、みんな多分本来であれば今頃みんなそれ見て、ほんまや、今日やったもん。今日その感想のツイート今頃見てたんだろうなって思うよね。やめてよ、そういうこと言う。泣くぞ、知らないぞ。しちゃうぞ。泣いちゃうぞ。こんな腕折っちゃうぞ。ババに言われる。